はい、エベレストグッズですね。もう何回も買い替え聞かないがいらないように最初から四谷の出なりさんでレクチャー行ってきました。まずこれがですね、プロシェルのパタゴニアアウターです。1枚で、今度はバッグ、これエベレストではバッグがこれっていうわけじゃないんですけど、それまでオスプレイのバリアント52リットル、これすごくいいバッグってことですですね、これで、これもかなり使えるってことで、まあ一応防水のバッグです。あれですね、小物とかこうやって入れるのにすごい使えるらしいですね。でこれはちなみに、トイレットペーパーを、芯を抜いて持っていくときにこれが使えるってことです。でこれはちっちゃいのと中くらいサイズ中くらいサイズで、これはマムートのハーネスです。これですね、ハーネス私はもう倉岡さんですね、ガイドさんにですね、ずっと案内してトレーニングしていくので、これで倉岡さんと私をつなぐところでハーネスつけます。でこれエペッツの自動であれです、ライト調整してくれるペッツルのライトですでこれはこのオスプレイの中に入れるどでかい、防水リットルです、防水のザック、これを製法とかですね、しっかりしてて防水なんですよね。でこれを一気にガサッと入れて、この中にもう全部荷物を入れちゃうっていうことです。でちなみにこちら、裏返してここに入れた方がすごい滑りが良くていいみたいなんで、これをこのまま入れます。で、こちらが寝てる時などにですね、さっきのペッツェルのライトは頭の上にあるんですけど、これ首に下げてずっと使うってことです。であとこれ水を飲む、サーモス、これもすごいいいということなんで、これですね、900、アイゼンです、ペッツェル、はいですね、アイゼンで、これもピッケル50何センチのやつですね。あんまり今、長すぎるくるぶしの長さっていうのは関係ないみたいなので、これ私、あとそんなにガツガツ、険しい山を登るわけでもないんで、短すぎなくてもいいってことでこれです。あとこれがメットです、ヘルメット、メットですね。これですね、これはアイゼンをつけるようなところに行く前までのアプローチで結構かなり効果を発するっていうことで、もうすごい簡単につけられちゃう。車でいうこういうゴムのチェーンの、タイヤにつけるチェーンのゴム板みたいな簡単な簡易的なやつですね。すごい使えるみたいな。で、さらに下がこれですね、パンツや
ちら。一番外は全部全開きになる、パンツ、ゴアテックスの、手袋、ブラックダイヤモンド、こちら、手袋の、分かれてないタイプ、こっちの方がやっぱりあったかいみたいです。でインナーの内側に着るアコンカグアのマムートのジャケット。これが一番重要、パタゴニア、このもう一番のインナーですね。はい、さらに靴下が大きいのと小さい、大きいの小さいの、インナーの手袋です。インナーの手袋と、これは首にかけるやつですね、カポッと覆うやつと、ゲーター。これがさらに言うとアウターの中のやつです。これストレッチしてとってもいいってことですね。でパンツの一番中はこれです。マムートの、はい、ポーラテックのこちらフリースですね。一番一層を2番目で、最後に寒かったらこいつを着るということですね。で、あとは、これが、靴の中の中敷き。で、ブラックダイヤモンドのストックと、これ、雪だと埋まってしまうみたいなんで、これをですね、雪用の大きいもの。で、さらに最後は、これ、レザーブーツです。冬用のレザーブーツ。ただこれ、エベレストのアタックの時は、ちょっとまた全然違う、もっと長靴みたいな一体化のものを使うんです。ある程度5000メートル、6000メートルぐらいまではこれでいけるってことなんで。はい。で、今とりあえず第1弾前の装備はこれで以上です。はい、そうだ。あとごめんなさい。あとこれだ。パタゴニアですね。パタゴニアのベスト、ポーラテック。ベストがとっても重要っていうことなんで、これですね。で、あとマムートのニット帽。これニット帽は厚すぎるとメットをかぶれなくなるんで、ということでこの薄さですね。はい。で、これはノースフェイスの首に巻くやつです。この生地ですね、いつも通りの、ポーラテック、これも。で、これカラビナ2つ。これ開いてると赤くなる、閉まってると赤がなくなるということですね。これも重要、ハーネスにつけます。で、以上ですね、とりあえず。で、これです。アコンカグアジャケットノースの、これも着ますという感じ。